高木とか高木です。お願いします。この前バックトスやったね。やりました、はい、今日はグラブトス、はい、お前どう考えてるグラブトス。もう弾く意味です。どこだ。この辺す。この辺の方がなんか投げやすい。あんまりポケットまで入れない。じゃあちょっとやってもらおう。それで、はい、危ないね。今引っかかりそうになったよね。握ってるでしょ。握らない。握らなかったらどこで。押す。そう、グラブの場所はここ、はい、ここだと柔らかすぎるの。はいはいはい。ここだと弾くから、それを面を向けるの。ちょっとやってみるよ。それを意識してやって。はい。ナイス。そう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 。どっちがやるやつ。今やった方が勢いは、勢いもあるし、ボールが本当は実際取って殺さなきゃいけないんだけど、はい、握り返る暇もない、時間もない、そういう時に。そうそうそう。できるやん。だからメーデンとかさ、はい、まあ、小さい頃もそうだけど真面目に野球やってたじゃん。あ、そうですね、性格は真面目だったんだよ。それを置いといて、おい何やってんだとか言って厳しく育てられたじゃん。だからやっぱ遊びがないんだよ。だから失敗しちゃいけないと思うから、はい、芯に当てて芯で取って殺してトスする。なるほど。でもそれだったら手使った方が早いじゃないかみたいな、その方が正確じゃないかって、はい、でもさ、ほんま1秒とか争う時に、はい、バッターランナーがめちゃくちゃ速いと、そうなってきたらパーンとやった方が早くな。はい、うん、そうでしょ。だからそういうことなの。ここじゃないよ。ここだったらグラブによっては引っかかったりするから、だからここ小指と薬指のところで弾く、うん、あともう一つゲッツーだよ。トスするよ、はい、やりにくくない。やりにくいでしょ。じゃあ考えて、どうやって速くする。まあそれもありかな。お、それが一番良くない。いや、グラブで取ってポンってやる。それを丁寧に。だからお前腕が短いから行かないでしょ。まあしょうがないな、それはもう腕が短いから。でも体ひねればいいじゃん、もうちょっとポンって。お前このままこうやってやるから向こう行くんだ。投げる方向に対してやっぱ体向けてやらないと。ほら、できるでしょ。いい。こういうのをやっぱプロ野球で見たいね。あ、なるほどね。それを正確にできる。いますか、ちなみに。そういうことやってる選手で練習ではいる。だから坂本ぐらいやってほしいな。やつらは子供の頃にやっぱ遊んでる。だから遊び心がないとこういう発想になんないじゃん。はい、遊び心がないとやっぱスピードにつながってこない。あ、やっぱ基本っていうのは本当に大事に丁寧にやるもんだけど、はい、その中で遊びを加えていかないとうまくはない、うん、余裕のある時にそういう遊びもしといてください。よいしょ。